はいどうも、夜勤明けライダーと名乗る者です。今回の動画はですね、バイク歴20年で下手こいて破壊したバイクにやってはいけない整備4選という題目でお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、バイクの整備はですね、別に自分でやらなくってもショップの整備士さんに任せていてもね、全然いいと思います。今ではねこう思うようになりましたけれども、20代の時はですね、やっぱり自分で一通りできた方がかっこいいよななんて思っておりまして、その当時お世話になっていたバイク屋の店主の息子さんがちょうどね自分と同年代だったので仲良くなって、車両を持ち込んだタイミングでね、ついでに教えてくださいよなんて頼み込んで、少しずつ教えてもらってですね、確かね最初に覚えたのがチェーン清掃と注油、そしてチェーンの張り具合の調整だったように覚えていますね。そんなこんなでね、仲良くなった整備士さんから直接教えてもらったり、当時ね料金プランが手頃になって普及し始めていたインターネットで調べたりしてですね、オイル交換とかマフラー交換とかね、少しずつできることを増やしていたように覚えていますね。しかしながらですね、全部が全部うまくできるようになったのかっていうと、そういうわけでもなくてですね、それなりに失敗したこともたくさんありますので、ちょっとこの動画でその話をしてですね、リスナーさんにとっての反面教師になれればいいかななんて思って今カメラを回しているんですね。もしよかったら最後までお付き合いいただけるととても嬉しいです。それでは行きましょう。小魚バイク歴20年で下手こいて破壊したバイクにやってはいけない整備、ボルトやナット各所の規定トルクを確認せずにトルクレンチも使わずに締め付ける、バイクの各所に固定されている部品のね、ボルトやナット類の締め付けトルクを正しく確認するには、メーカーから販売されているその車両のサービスマニュアルを買う必要がありますし、その規定トルクで締め付けるためにはトルクレンチを買う必要があるんですけれども、両方ともねそれなりの値段がしますから、まあ、できれば買いたくないっていう風になるのが人間じゃないですか。そしてトルクはわからないけれども、とりあえず緩まないようにボルト類を締め付けようと思ったら、自分が思うよりもいくらかは強めに締めておこうっていう風になるのも人間じゃないですか。よくねネジを締めるときはいっぱいまで締めて、そこからギュッと1回だけ力を込めて締めるといいよとか、ギュッギュッと2回締め付けるといいよみたいに教えてくれる方もいらっしゃるんですけれども、筋力とか感覚には個人差があるので、自分の経験と感を人に伝えるのってまず不可能だと思うんですよね。よっぽど熟練した整備士でもない限り、手作業だとねどうしてもオーバートルクになってしまいますから、サンデーメカニックと呼ばれるような我々は素直にですね、サービスマニュアルとトルクレンチを買った方がいいんじゃないかなと思います。というかプロの整備士さんほどね、この2つは必ず使っているんじゃないかなと思いますね。どうしてこう思うのかっていうとですね、以前に所有していたグラストラッカーのタンク交換をしてですね、グラストラッカーのガソリンタンクってフレームとタンクの間に緩衝材のゴムパーツを挟み込んでからボルトを締め付けていますから、まあ、締めようと思えばね結構いくらでもボルトが回っちゃうんですよね。で取り付ける時に無意識のうちにものすごいオーバートルクで締め付けていたみたいで、その後しばらく乗ってからねタンクの色を変更したくなって、塗装目的でね外そうとした時に思いっきりボルトを舐めさせてしまってですね、そのまま締めることも緩めることもできなくなってしまったんですね。もうねチャラリー鼻から牛乳っていうね感じでしたね。もうどうすんだよこれ、レッドバロンに頼んでみようかな。いやいやそんなの迷惑だろうし何より恥ずかしいよなと思ってですね、とりあえず何にもする気力がなくなってしまってですね、そのままの状態でガレージに置いておいてですね、2週間くらい経った後に一念発起してドリルを使ってボルトごとネジ穴を破壊してですね、タンクを取り外すことに成功しましたけれども、もちろん問題は終わっていなくって、今度はね塗装が終わってタンクを取り付ける時ですよ。もうどうやって取り付けようかなこれみたいなね、生きてる方のネジ穴1箇所でだけで固定したって絶対にダメだろうと思って、新たにタンクとフレームに穴を開けて小さめのボルトとナットを追加して、それだけだとねちょっと不安だったので、無残に破壊してしまったネジ穴とタンクを太めの結束バンドで固定するという荒技に打って出てしまって、シートでね隠れて見えないことをいいことに、まあこれでよしとしましたけれども、走っていてねタンクが外れないか普通に不安で、しょっちゅうね確認する羽目になっちゃったんですよね。やっぱりですね、巷で言われている通り、最低でもサービスマニュアルとトルクレンチもなしにバイクをいじるのはやっちゃいけないことだったんだなと強く思いましたね。軽くひねってあげましょう。注目の結果は残念でした。バイク歴20年で下手こいて破壊したバイクにやってはいけない整備、バッテリーをつないだままの状態での電装パーツの交換および修理。電装パーツの交換といってもですね、
切れてしまったヘッドライトバルブを交換する程度のことだったら、バッテリーをつないだままやってもメタなことで不具合が起こることってないと思うんですけれども、ヘッドライトそのものの交換とかウインカー交換ですね、あとはまあフェンダーレスキットの取り付けとかですね、割と本格的に配線を触ることになるときにはですね、作業前にバッテリーをまあ外すまではしなくてもいいんですけれども、マイナス側の端子から配線を外しておくのがセオリーとされているんですね。察しのいい方はね、もうお気づきだと思うんですけれども、ショートを予防するためにも事前にやっておかなければならない作業なんですね。電装パーツの交換中、配線をいじっているときにプラス側の導線とマイナス側の導線がね、工具を返したりとかして直接触れてしまうと、そこに電流が流れてしまった場合はショートします。まあショートするとは言ってもね、瞬時にヒューズが切れてくれるので、派手に火花が飛んだりとか感電したりするっていうことはまずないんですけれども、ヒューズが切れてくれなければね、大きな電流が一気に流れてしまってバイクの電装部品は壊れてしまいます。いわゆる安全装置の役割をヒューズは果たしてくれているので、バッテリーをつないだまま作業してもまあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけれども、ヒューズが切れてしまった時にね、そのヒューズがどこにあるのかを探すのがね、まためんどくさいんですよね。ヘッドライト交換が終わってエンジンをかけようと思ってですね、イグニッションをオンにしてもうんともすんとも言わなかったものですから、多分ヒューズが切れているんだろうなと思って探してですね、見つけて案の定切れていたので交換したんですけれども、結局ダメでですね、あれもしかしてどっか別の箇所も切れてんのかな、そんなの探し当てるの無理っしょみたいに思ってですね、グラストラッカーのヒューズが一つだけだと思い込んでいた僕は絶望してですね、もう恥ずかしいとか言ってられなくなってレッドバロンに電話して泣きついてみたら、その整備士さんはわざわざ調べてくれたみたいで、折り返し電話をもらってね、もう一箇所ヒューズがあるのでそこも見てみてもらえますかとのことで場所を教えてもらってね、見てみたらそこのヒューズも切れていたので交換して事なきを得たということがあったんですね。素人がね、正しい手順を守らずにやらかしたことなのに、親切丁寧に教えていただきましたので、今でもそのレッドバロンの整備士さんにはとても感謝していますね。いやだね、私は血を見るのが大嫌いでね。バイク歴20年で学んだバイクにやってはいけない整備、エンジンがかかった状態でのチェンシコ、これはですね、多分バイク整備の中でも一番やっちゃいけないことなんじゃないかなと思うんですけれども、僕はねセンタースタンドのついたバイクを所有したことがないのでやったことはないんですけれども、もしも若い時にセンタースタンド付きのバイクを所有していたら、もしかしたらねやってしまっていたかもしれないんですけれども、チェーンの清掃注油作業の時にいちいちね手で後輪を回してやるよりも、バイクのエンジンをかけローギアに入れてですね、後輪とチェーンをくるくる回しながらやった方がはるかに楽ちんで早く終わりますから、やりたくなってしまう気持ちもわかるんですけれども、もしもねそんな状態で手が巻き込まれてしまったら、軍手とかで保護具をしていても受注ハック指が飛んでしまうのは想像にたやすいじゃないですか。もしもね鋭利な刃物とかで綺麗に切断されたのであれば、もうすぐさまねその飛んだ指を氷で冷やして病院に持っていけばね、ワンチャンつなげてもらえるかもしれないんですけれども、このケースみたいにバイクのチェーンとスプロケットに巻き込まれてしまったら、多分ね切断面はすりつぶされるような形になってしまうと思いますから、どんなに腕のいい外科医でもねくっつけるのは不可能なんじゃないかなと思うんですよね。壊れたのがねバイク側だったら、まあ少々の破壊でも大昔の絶版車でもない限りいくらでも取り返しはつくんですけれども、指をなくしてしまったらねもう一生取り返すことはできませんから、本当にねこの作業はやめておいた方がいいと思います。僕はね昔夜勤も含めて製造の仕事をしていたことがありますので、機械類の回転部品の恐ろしさって身に染みていますし、労災予防のためにもね設備のメンテナンスをするときにはその機械の動力を完全にオフにした状態でないとやってはいけないっていうのが鉄則中の鉄則でしたから、それはねバイクでも同じことが言えるんじゃないかなと思います。まあこのガスケットまだ綺麗だし全然使えるっしょ。バイク歴20年で学んだバイクにやってはいけない整備、ガスケットの再利用。ガスケットとは何かというとですね、バイクに限らず配管の継ぎ目などに挟み込んで、その目には見えない金属部分の隙間を埋めて中を流れるものが漏れ出ないようにしてくれるリング状の小さなパーツでですね、紙だったりゴム製だったり金属製だったりね、隙間を埋める箇所によって様々な素材でできているんですけれども、僕たちがバイクで触るとすれば給排気部分の継ぎ目に使われているものを触る機会が一番多いんじゃないかなと思うんですよね。一旦配管部品を分解してまた取り付けるときにですね、もともとついていたガスケットが綺麗だったりすると捨てるのももったいなくなりますから、また再利用したくなるんですけれども、
一度でも使ったガスケットってね、取り付けた時の状態でわずかながら変形してしまっていますから、排気とか液体関係の漏出につながってしまうんですよね。もうかなり大昔にですね、エイプ50のマフラー交換を自分でやったことがあるんですけれども、その時にはですね、ガスケットなるものの存在を知らなくって、多分純正のマフラーを外した時にもともと付いていたガスケットがエンジン側に貼り付いたままだったみたいで、それに気づかないまま社外品のマフラーを取り付けたんですけれども、その後どうやら排気漏れを起こすようになってしまったみたいで、ただでさえね遅い 50cc バイクだったのに余計に遅くなるわ、どんなに暖気してもアイドリングが安定しなくなるわですね、ろくなことにならなかったので、当時お世話になっていたバイク屋さんに相談してですね、そこで初めてガスケットというものの存在を知ったんですよね。少しの期間しか使っていないガスケットであれば、液体ガスケットを塗布すればまた使えるという技もねあるみたいなんですけれども、ガスケットってねそんなに高額なものでもありませんし、かかる手間に対してデメリットはあってもメリットなんてほとんどないんじゃないかなと思いますから、やっぱりガスケットはですねその都度新品を買った方がいいんじゃないかなと思います。ということでですね、今回はバイク歴20年で下手こいて破壊したバイクにやってはいけない整備4選という題目でお話をさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。失敗なんてねしないに越したことはありませんけれども、指が飛んじゃうとかそういうのでなければ、ミスった事態をどう解決するのかっていう風に考えながら問題をちょっとずつ解決していくのもバイク整備の醍醐味の一つでもありますので、勇気を出してね自分でやってみてもいいんじゃないかなと思います。ただしタイヤ関係とかブレーキに関わる部分はですね、僕は自分では触らないようにしていましたね。そこら辺を触るんだったらね、熟練した人の立ち会いがあった上での方がいいんじゃないかなと思います。いろいろあってですね、今ではすっかりねバロンの整備士さんに最初から甘えてしまうようになってしまったんですよね。まあ甘えると言ってもね、ちゃんと工賃も部品代も払ってのことなんですけれども、ちょっと余談になるんですけれども、レッドバロンのオイルリザーブシステムってあるじゃないですか。昔はね自分でオイル交換をやっていましたけれども、あれに出会ってからはですね、自分でオイル交換するメリットなんてほとんどないよなと思ってですね、任せっきりになっちゃっていますけれども、あれはね本当にねいいシステムだと思いますね。ということで最後になりましたけれども、このチャンネルではですね、バイクやバイク用品のレビュー動画、バイクにまつわるエピソードトーク、また一人芝居によるバイク関連のコント動画、そして今回のような見た人の役に立つであろうバイク関係の失敗談の動画などなどですね、バラエティに富んだバイク動画をお届けしているチャンネルになります。よければ他の動画もチェックしてみて、もしも気に入っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もちろんコメント評価リクエストもたくさんいただけると動画作りの励みになりますので、とてもありがたいです。それでは今回はこの辺で失礼いたします。よければまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。